どうも、プーマです。今日なんですけど、プロスピをねいつも通りやろうと思ってたんですが、動画撮影しようとしたら、アップルペンシルを床に落としてしまいまして、まあ、こんな感じにペン先折れて、中の金属も上がって、 反応しなくなっちゃったんですよね。はい。ということで、無事、動画が撮影できなくなってしまいました。しかも、修理の見積もり以来したら、なんか1万七千円とか、ほぼ新品の値段提示されてるんですよね。もう、むせび泣いてます、今。で、今、すごくショックなので、まあ、今日は最近話題の、イラストを AI で生成するサイトを使って、調子くんを生成していこうかなと思います。それでは、やっていきましょう。で、このステーブルディフュージョンデモってやつなんですけど、まあ、なんか正式版があるらしくて、 それはね、結構早いんですよね。まあ、大丈夫でしょうというところで使っていこうと思います。で、まあ何やれば出れるかっていうと、まあここにね、まあ、何かしらワードを入れると画像が生成されるというような感じです。で、これでジェネレートイメージを押せば何か出てくるよみたいなノリですね。じゃ、あまずは調子くんって入れていきましょうか。これでいいかな。まあ、これで出てきたら優秀だわ。エラーで草 <laughs> さあ、再実行したら動き始めましたね。 <laughs> 調子くん、調子くんって打つと、なんかすごいおじさんが出てきて、面白すぎるだろ、これ。最高回はしかもなんか、よくわかんねえ中華っぽい何かが出てきて怖いんだけど、調子くん、お前、料理だったのか、当たり前なんですけど、まあ、当然、登録されているわけがないので、情報が。まあ、なのでね、まあ、ここからしっかりワードを指定してやっていきましょう。じゃ、まずは、そうだな、調子くんといえば黄色いので、イエロー。あとは、 そうだね。四角い顔なんで、顔が四角いんで、スクエアフェイス。そうだな。あと何がいいかな。うーん。調子くんまあ一応顔はね、まあ正直プロスピやってる身からすると、すごく憎たらしい顔に見えるんですけど、まあ多分何も知らない人が見たら可愛いマスコットキャラクターのはずなんで、キュート。で、キャラクターとかにしとけばいいかな。これで生成してみましょうか。 さあどうなるかなえ <laughs> 面白すぎるだろこれ。やばいでしょえなにこれなになにこれなにこれやばいでしょなに <laughs> 調子くん調子くんお前こんな顔だったのかあでもこれはいい線いってるね。で <laughs> <laughs> ああ面白。<laughs> ああ。 やっぱ、調子君最高だわ。俺大好きだ、調子君のこと。うん何が足りないんだろうな。やっぱ、調子君つったら、笑ってるイメージあるから、これに、スマイルって、ワードを足せばいいか。これで、生成してみよう。<laughs> <laughs> あのさ、あのー、これ、黄色じゃないんですよ。水色なんだよ。うん、スポンジボブ感がすげえ。<laughs> ちょっと近くなったね。ちょっと近くなったな。 何 <laughs> この調子君は実は概念だったのかこれ。調子君概念すぎるだろう <laughs> いやー、AI 最高だわ。うん、ここに何を入れようかな。いい線は言ってると思うんだよな。調、ま、子、あ、君、まあ、目がまん丸まキュートな目をしているので、スモールアイズとか入れとくスモールブラックアイズにしようか。これでどうだろう。<laughs> ホラー映像か何かですかホラー映像ですかこれは。調子くん実はホラーだった。惜しいないい。いい線いってるけどな。これなんか。なんだろうこのアンパンマン感すげえわ。もはやキャラクターですらないっていうね。あー、ひどい。マジでひどい。もうどうしてこうなったひどすぎる。でもいい線は言ってるんで。あ、口の情報が足りないか。まあ、調子くんの口といったら、あのにっこり可愛い笑顔なんで、ビューティフルマウスとか入れとく これで生成してみようか。もう、キャラクターですらねえな。いやー、ちょっと情報が多すぎると人間に近づいてくっぽいな。この辺の情報消すか。とりあえずこの辺の情報を消して、とりあえずイエローフェイスに変えよう。これでどうでしょう。<laughs> これ、これ近いじゃねえか。あれこういう調子くんいたよね。この調子くんいるよな。あ<ー>調子くん生成できたよ。俺のおかげだ。<laughs> 負け物じゃんん <laughs> マジで面白いんだけど <laughs> はあ、これが一番近いかな。うん、なんか満足したわ。うん、ということで、みんなも、調子んを AI で生成しましょう。ということで、今日は終わりたいと思います。まあ、ぜひ、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ありがとうございました。